さあ、やってまいりました。本日も動画の時間でございます。どうもこんばんは、みのりゅうです。本日は読書の動画でございます。今月に入って6作目ですね、読み終わりました。もうね、今月はこの6冊目で打ち止めですね。はい、ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介いたします小説はこちらでございます。ドン、宇佐美凜さんの推し燃ゆでございます。今ね、この動画を撮っている時点でですね、もうすでにこの推し燃ゆ第164回芥川賞を受賞を決定しております。なので、まあ俺の動画にしてはまあ珍しく、なんでしょう、トレンドを追うような動画というかね、まあ本をご紹介するような感じに、なりますが、毎回その芥川賞とか、まあ、直木賞の発表って、まあ読書が好きな人だったらやっぱ気にはなるじゃないですか。その読む読まないは別としてね、推しも言って、まあそのアイドルを推す人の話なんだろうなっていうのは、まあイメージはつくんですけども、純文学にまあ与えられる賞なので、芥川賞って、でやっぱりそのなんか今まで読んできた、そのまああの清高和立荘だったりとか、まああのあれですよ、あの炎上倒産の道化師の長とか、ああいうなんかこう過去にその芥川賞を取ってきたやつを読んだ時に、やっぱりその取っかかりの憎さみたいなのは多少は感じてたんですけど、まあ、感じないやつもありましたけどね。あの又吉さんの火花とかね、あの羽田さんのスクラップ&ビルドとか、まあどうあれその推し燃ゆっていう、そのアイドルっていう、そのアイドルを推してる人っていう題材を、その純文学でどう料理されてるのかなっていうのが、まあ、純粋に気になったんですよね。読んでみてえなと思って、で買いました。はい、ではざっとではありますが、まあ、ストーリーご紹介いたしましょう。主人公の、山下あかりちゃんっていう高校生の女の子なんですね。でこのあかりちゃんが、推してるアイドルの、上野正樹っていうね人がいるんですよ。でまあそのなんで推すことになったのかっつうと、まあきっかけがあって、まあでも一番最初はね、そのあかりちゃんが、4歳の時にピーターパンの舞台を見に行ったんですよ。まあミュージカル的なもんなんでしょうね、きっとね。でそのミュージカルで当時12歳だったその上野正樹がピーターパンの役をやっていたと。でもうそれを見て、はあ、なんかすごいな、この人はすごい、なんかイケメンみたいな感じで、まあ思ったのかどうかは知らないですよ、4歳ですからねまあでもかっこよく映ったんでしょうね。でも別にまあその時はまあ推すっていうあれではなかったんですよ。でそれからまあ時が流れに流れ、12年後ですね、16歳になった時にですね、こう部屋の中をね、なんか掃除っていうか、なんかその体育祭の、練習にこう参加するために、なんかこう体操着を探してたんですよね。あれねえな、体操着どこやったかしら私みたいな感じで探してたら、なんかね、ほこりまみれになった DVD がこうスッてなんかこう出てきたんですよ、部屋の中から。でそれがそのピーターパンの舞台の DVD だったんですよ。まあそのだからね、もう12年間のブランクがあるわけですから、まあ、その間に DVD 化されたんでしょう。でそれを買ってたんでしょうね。でその DVD がひょいって出てきて、うわ夏と思って、夏って、でもちょっと久しぶりに見てみようかなみたいな、こう思うわけですよ。
でこう再生して、で見てると、なんかね、やっぱ自分の中でその なんでしょうね、こう恋する時の胸の痛みみたいな、なんかちょっとチクチクしたような感情がすごいこうあって、でもなんかそっから押し出したんですよね。これはもう本格的に好きだわ、私この人押しちゃおうみたいな感じで思うわけなんですよ。で、まあ、これはもう物語の冒頭でいきなりダンってこう来るんですけど、この上野正樹がですね、ファンの子を殴ったつうことで、まあ、SNS で大炎上をしてしまったんですよ。で、まあ、あかりちゃんの友達のね、なるみちゃんっていう子もいるんですけど、なるみちゃんとかも、あなた大丈夫みたいな、なんかすごいことになってるけど君の推しみたいなねって言われるんですけど、まあ、まあ、私は推すだけだからみたいな感じで、まあそれで、まあ結果どうなってしまうのかっていうのが、まあお話ですね。はい、そうですね。まあ感情移入っていう点では、まあ俺はそのアイドルを推すっていうのはもう中学生の時に卒業してるのでそう、まあその俺が中学生の時にはその推すなんてワード自体もまだ全然なかったので何とも言えないんですけど、まあでもそうですね、まあでもそのアイドルが出てるテレビ番組とかも、逐一録画とかしてたし、まあ、新曲が出たりすると、まあ会話できなかったんですけどね、当時のその財政的なあれで、でもレンタルでは借りてたし、でね、俺がその好きなメンバーがその歌ってるところの部分だけ切り抜いて、それをなんかね1枚の MD にこうギュッてこうなんか詰めてたりして、もう友達に苦笑された覚えがありますけど、まあでもそうですね、それを推し活動とするなら、まあ推し活動なんでしょうけどね。でも本当にね、このあかりちゃんはファッションじゃないですね、本当にガチで推してます。もうバイト代とかも全部もうそのCD だったりとかグッズとかにつぎ込んだりしてて、まあそういった面ではですね、その今のまあいろいろね、男性女性問わずアイドルはいますけれども、まあそういうのにこう身を捧げてる方たちはかなり共感できるんじゃないかなとは思うんですけれども、いかんせんね、自分の周りにここまでそのガチ勢の人がいないもんで、まあ、なんとも言えないんですけれども、まあでも本当に好きな人はこんぐらい好きになるだろうし、まあ、俺でさえね、まあ、その一番もう宇宙で一番愛してるバンドと公言してるグレーに対してもですね、もう俺はでもグレーに関してはもう達観してるところがあって、これ誤解を恐れず言うならば、もう存続してくれてるだけでいいんですよ。もうなんかいろいろ新曲出ますとか、アルバム出ますとか、 DVD 出ますとか、それはそれでめちゃめちゃ嬉しいんですけど、でも俺そんなにね、こう発売したらすぐ買うっていうあれじゃないんですよ。なんかそのこっちのエディションとこっちのエディションで特典違いますとか言っても、まあ1個しか買わないし、なんかね本当にもうそれをフルコンプしてやろうっていう、まあお金いいよね、それは余裕がありゃ全然しますけど、でもなんかね本当にもうそいてくれるだけでもういいんですよ。解散をしてなければもうそれでもう十分なんです、俺はグレーに関しては。そう、まあ、まあグレーもね、あのもう俺たちは解散はしないぜって言ってくれてるんで、まあもう安泰なんで、将来安泰なんですけどいや、まあグレーの話はまあちょっと置いといて、そうっていうのがあるんで、まあ、ぶっちゃけねこの主人公にはもうこうなんでしょうね、もうはあそこまでするかいっていうね感じで終始
こう読んでたんですけれども、まあ、その友達がいるって言ったじゃないですか、そのなるみっていうね女の子がいるんですけれども、まあ、その子も、ある地下アイドルを推してるんですよね。でもともとあゆみちゃんみたいにこうアイドルな表舞台っつったらいいのかな、なんかこうのアイドルを推してたんですけど、まあ、その推してた人が、まあ、芸能界引退しちゃってってなった時に、そのなるみちゃんは触れ合えない地上よりも触れ合える地下だみたいな理論をこう掲げて、まあ、その地下アイドルを押し出すんですよ。でもやっぱ地下アイドルってそのファンとの距離がめちゃんこ近いらしいんですよね。まあ、その一緒に写真撮ったりとかね、まあ、そういうことができたりするんで、まあ、なるみちゃんはなるみちゃんでその押してるんですよ。でまあこれね、物語がこう進んでいくにつれて、そのなるみちゃんの状態とそのあゆみちゃんの状態がものすごくね、こうなんだろう、相反するというか、それがなんかいいコントラストになってるような気が俺はしましたね。はい、まあ今なんかすごいその推しがっていう、なんでしょうね、まあ日常的な会話の中で出てくるような言葉ではあるんですけれども、まあ、それが究極までいくとこんな世界が待ってたんだなっていうね、まあ、驚きですよね本当に。うん、まあ、そういうのをね、いろいろこう教えてくれた小説でもありですね、まあ、ストーリーとしても、まあ、決して明るい話ではないんですよね。読後感もすっきりするかといえば、こうすっきりはしないかな。まあでも何でしょうね、味がある終わり方だと思いますね。こう何かこの先、本当の結末っていうのはもう読者の人がどうなったかっていうのをこう想像する余地が残されてるなっていう感じで、俺がイメージする芥川賞らしい芥川賞作品だったなっていう感じですね。まあ、 読まれた方かなりもう多いんじゃないかなとは思うんですが、未読の方はですね、まあ、ぜひお手に取って読んでみていただければなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本当に今話題の作品だとは思うので、うん、まあ俺あんまりそのトレンドとかを追っかけるたちではないんですけれども、ちょっとね気になったんで今回は読んでみましたけど、面白かったですね。うん、やっぱりこう今そんなに読まない題材なので、うん、新鮮でした。はい、まあ、これからもねそういうあえて読まないジャンルとかもまあだんだん開拓していきたいなと思ってますし、逆にねそれこそが読書のいいところでもあるような気もしてるので、全く自分の関係ない興味ない本こそ読んだらやっぱ得るものというかが大きいような気もするのでね、まあ、そっちの方面でも挑戦は、し続けていきたいなと、はい、思っておりますので、またねこういう動画があれば見ていただければなと思います。ではまた次回。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録お待ちしております。概要欄に再生リストのリンクも貼ってありますので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。そして素敵なイラストをデザインしてくれたセロリちゃんのツイッターのアカウントのリンクも一緒に貼っておきますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。いや、遊びに行ってみてくださいというよりも絶対行くように。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。